こちら PC 版ピヨテと絶賛400連勝中のアメミヤです。今日もバーサスフランスの解説をやっていくと思います。じゃあ見ていきましょう。いつもドールフの、何衝突なサーフゲート。なんだバグったのか今の。なんかサーフゲート押してきたぞ。なんだったんだ。ちょっとスケトーダラが暴走していくが、気にせずに解説していきます。TSD、相手 TSD テトリスの地形で強い。それ、サーフゲートを総裁外して、TSD、こちらもテトリスで、火力耐性ですね。相手が S ミノと T ミノの置きミスで、それのリカバリーで T スピン作ってるが、間に合わず。J ミノ入れたら、火力で、総裁できないし、J ミノを捨てると刺さる、致命判定になってしまうという、まあ、絶望的な状況でしたね。二連続ミノが置きミスしてしまったのが致命傷になって刺さっていった。さあ、平積みに対して、こちら TSD、TSD 連打の耐性。ティスピンダブル、ニッポリ、ニッポリターン。テトリスから、ティースピンダブルにしましたね。ダブルにしてから、無難に火力で総裁していくって感じかな。火力で総裁しながら、こっから掘っていきたいところだが、ちょっと、今本当はティースピンシングルっていうか、ティースピンミニにしたかったと思うんだよね。しかし、間違えてホールドしてしまったのか、ちょっとミスってしまう。しかしまあ、そこまで影響はしないですね。さあ、総裁きちんと当てて、テトリスまで持ってって、TSD、T スピントリプルにするか。トリプルにはせずにフィンにした。これはいいフィンっすね。Z ミノで、速攻でリカバリーできるねって言おうとしてたが、相手が若干積み込みチックだけど、結果的に、おっと、大ミノが、なんか真ん中あたりに置いてしまって、次のミノで致命判定になってしまう。これはちょっとフランスがボーミスでしょうね。結構まあいい形で、連続けながら掘れそうな感じだったんだけど、まあいう、ボンミス、まあ、1ミスっすね。致命傷なミスだと、速攻で刺さってしまうので、ああいうのは非常に気をつけていきたいところ。さあ、これは、DT 連体制で繋がるか ?S ミノ、Z ミノ、フランス側の火力も結構ありますね。L ミノ、S ミノ、Z ミノまで繋げた。まあ、すぐ S ミノで屋根つけて T スピンダブリンできるんで、問題ないだろうと言って、いった形で、繋げる判断ですね。さあ、ちょっと置きミスしたが、大丈夫か?だいぶ競り上がってしまう。三雷消しから、J ミノ、L ミノ、T ミノと掘っていけそうだが、そういう風にしたか。T ミノは掘ってて、なんとか耐える。さあ、一応掘れそうだけど、フランス側もテトリスから T スピンダブル、先読み、T スピンシングル。からテトリスくるけど、まあ、なんとか耐えそうですよ、これ。直列までたどり着いて、アイミノまでかな。アイミノ、二連発で打てる体勢でしっかり受けの、受けの広い重視の形ですね。受け重視か。さあ、これで有利になっていく。有利になったのを見越して、しっかり総裁外しから、相手総裁外して T スピンダブル間に合わせたけども、どうだろう。無理やり回したの、間に合わせたの強いですね。さあ、T スピンも作ってて、もうどんどん火力で総裁してる感じ。ちょっと下の埋めたくなかったけど、総裁やってるために埋めましたね。まあ、3ライン消しで、こちらにラインが来てしまうぐらいなら、まあ、下の埋めて、しっかり、全部操作やってた方が強いので、基本的に。さあ、テトリスがしっかりとした操作外しから、日暮里2連発から、しっかり T スピンダブル打ってって、バックトゥーバック付きの TSD、ジリヒンダがどうだこれ。2ライン消しで、Z ミノ、アイミノ間に合うか?いやー、間に合わなかった。間に合わず刺さっていく。いやー、まあ、掘り方はそこまで悪くなかったけど、まあ、フランスの火力も結構高めでしたね。うん。普通に高かったわ。そのまま火力で押し切られていきましたね。さあ、DT 砲対、開幕 TSD で、これパフェルートかな?パフェルートだけど、いつもの、アメミヤ砲派生ですね。アメミヤ砲に派生してから、平積みかな?平積みっぽい形にして、STSD 組んでいく。まあ、これはまあ、お決まりの流れですね。しっかり、2回分当てるが、ちょっとこの後の形が微妙だぞ。J ミノ、S ミノまで繋げたけど、そう繋いでしまうと、後々の形が苦しくなってしまうが、なんとか T スピントリプルで総裁を当てる。しかし、そこに S ミノを置いてしまうと刺さってしまう。これは厳しいか?厳しいっすね。J ミノを置いて、一番左側に Z ミノを置いて、L ミノの3ライン消しまで間に合えば、ちょうど Z ミノが先読みになっているんで、耐えられる体勢ではあったけど、しっかりそれを間に合わせない、フランスの火力でしたね、今の。さあ、再び開幕 TSD 対 DT4 で、総裁外しから、
バックトゥバック付きの、T スピンダブル打つけども、こちらはトリプルなので、返っては来ないですね。やっぱり、ダブルからトリプルなのが強いですよね、普通に。DT4 は。当たり前だけど。あ、開幕 TSD にも湧いて、T スピンダブルから T スピンダブルだけど、あ、TSD が混じってる分、火力ガチができると。さあ、テトリスで掘ってって、できるだけその、やっぱりテトリス掘りで掘っていきたいんで。さあ、ここ、欄干使って、T スピンシングルからテトリス。フランスは平積みでいい形ですね。入らないいい形。これ、ドネイトを見ているが、3ライン消しで妥協したか。さあ、端っこにアイミノを置いてしまったのが、ちょっとそこに穴来てしまって、結構危ないぞ、これ。T スピンシングル。危ない、ギリギリ。なんとか、総裁間に合って。一応、これそうですね。アイミノで、しっかりテトリスにして。ティミノちょっと怖いけど、しっかり間に合わせて、T スピン、なんとかなりそうですね。大丈夫そうですね。しっかり操作やってて、TSD、テトリス、まとめ打ちから、アイミノまで繋げて、さあ、フランス側、あ、ちょっと無理して積みすぎたか刺さっていきましたね、今のは。状況的にはちょっと、まあ、こちらが若干不利ぐらいまであったような気もするけど、少し積みすぎてしまったせいか、火力、こちらの操作間に合わずに刺さっていきましたね、今のは。まあ、今の試合は、こちらの耐え方的には良かったんじゃないですかね。結構追い詰められたけども、しっかり、T スピン間に合わせて、できるだけ上部で T スピン作って、総裁を当てに行くと。あ、すぐにね、そのテトリスを打ってしまうと、どうしてもリソースを使ってしまうので、あ、総裁を当てるときは、まあ、できるだけ、その T スピンを作ってって、総裁を当てるというのが、まあ、コツですね。あまりその無理してね、テトリスを打ちすぎてしまうと、どうしてもその、火力を送る分のリソースもなくなっちゃうし、火力ってまあ、攻撃こそ最大の防御って言うじゃないですか。なんで、防御にも使えるんでね。しっかり、リソースを残しておくのは重要になりますと。ちょっと神々ですけどね。もう一つ見ていきましょう。これはパフェ済みじゃないかな。パフェ済みで、相手が、さあ直列来るか。直列生きていく。これ、フュフュフィッと回転からの、パフェ済みのやつですね。パフェ済みじゃない、パフェのやつですね。さあしっかり、大見の、ジェイミの、ティーミのまでの、パフェのルートは取れていたが、さすがにいなかった。今ので、アイミノがもう一個早めに来てたら、もう一回ラッキーパフェやりましたね。ティーミの2ライン消しから、アイミノでラッキーパフェやったが、さすがにそこまではうまくいかず。さあ、TSD からテトリスで、火力普通に送っていく。で、受けてから、テトリスで、相手も受けてから日暮里。これはアイミノまで掘るかな。ジェイミのアイミのアイミノまで掘りますね。掘ってって、しっかり強い。で、先を見入れながら、しっかり総裁外して直列がうまい。相手に穴まで行けるんで、これはめちゃくちゃいいですね。T スピンダブルから、テトリスで、しっかり直列を活かした火力で刺しに行きましたね。これはまあ、直列で来てたけど、相手のまあ穴バラも広かったんで、まあ穴の差もあったけど、まあしっかりその穴を活かすっていうのももちろん重要ですよね。まあこういうところはね、収束するもんですから。しっかりこういうところで、本数を取っていきたいところ。さあ、テトリスパフェ強い。受けてから TSD テトリスをしっかり操作やってましたね。さすがに2回分は外さないだろうと思いながら、自分は見てましたね。フランス側の画面を。さあ、ちょっと、T スピン作ろうとしたけど、若干ミスってしまって、火力でその掘ることができなかったですね。まあでも、火力で掘れなくても一応掘れているんで問題はなさそう。アイミノから、できればレンチクに掘りたかったっすけどね、これ。ちょっと迷ってる。いまいち掘りづらいミノなんですよね、これ。できるだけその、今 Z ミノ置いたところがその下穴高くなっているんで、できれば平らにしてレンチクに掘りたかったが、あまりうまくいかなかったものの、まあ5分ぐらいじゃないですかね、大体。テトリス掘りできて、相手もレンからのテトリスだから強いけど、こちらもしっかり掘れるんで、総裁できれば当てたかったっすね。あ、危ない、ギリギリ。ギリギリ間に合わせて、しっかり速度で間に合わせましたね。で、掘りで、一応、もっといい掘りのルート今ありましたけども、ちょっと見えなかったか。やっぱりその、見てる側とやってる側って結構、その、視界が全然違うんでね。まあ、しょうがないっすね、やってる側の方は。さあ、掘りで、エルミノまでは繋げず、ここで一回掘りに行く体勢で、フランス側はダンシングオールナイズ、火力重視ですね。しかし、こちらはないんで、それをしっかり活かしていきたい。BTB 付きなんで相手に1ライン送られるが、サーフゲートでしっかり完全操作いい。相当有利だぞ、でもこれ。欄干で T スピンダブル作って、3ライン T スピンダブルで火力で刺していきましたね。まあ、これもまあ下穴結構うまうまだったんで、それを火力にして、刺していったといった感じですね。
このツモもディディホ、お、ディディホじゃない。パフェズにしたか。まあ、どっちでもいいっていう感じだけど、まあ、ここら辺はおそらく気分に決めてますね、自分は。さあ、TSD、TSD で、相手もテトリス、火力重視、しっかりまあ、こういうところは無駄に操作やってた方がいいですね。無駄に操作外すと、ワンミスで致命傷になってしまうっていう、まあ、リスクもありますので。こういうとこは、基本的には、無駄に操作を当てる方が、まあ、安定はしますよね。さあ、相手火力重視で、TSD、さらに、TSD、テトリスの地形だが、若干ちょっとミノの置き場所に困っているようなイメージがあるが、これで掘り連で掘れるか、相手。結構掘れたら強いけども、いまいち掘れなさそうっす。掘れなさそうっすね。ああいうのって、T スピンプラス、テトリスプラス、掘り連で繋ぎられたら、まあ、実質瞬間火力になるんで、めっちゃ強いんですよね。さあ、フランスが受けてから2連発送るけど、その2連発をしっかり、総裁外して火力を送って刺さりましたね。いいっすね、今の2連発攻撃を全部総裁外して火力を送る体制。結構、まあ、フランス側ね、プレイスタイル上、だいぶ、無理するというか、結構受けるっていうのが、まあ、自分分かっているんで、まあ、無理してるところをしっかり見て、辛いところだったら総裁外して刺しに行くといった感じですね。まあ、基本的に俺のスタイルはまあ、無難安定重視の、その状況に応じたプレイングっていう感じなんだけど、まあ、結構フランスはそのゴリゴリ来るパターンなんで。まあ、ゴリゴリ来るパターンだからまあ、決まれば強いけども、まあ、無理しすぎる場面ももちろんあるので、そこをついてあっていった感じですね。まあ、総裁外し非常に重要となります。で、火力が溜めてる状態の時は、T スピンとかテトリスで、単発単発で送るよりも、地形を平らにして、T スピンからテトリスプラス、まあ、ホリレンをできれば加えると強いですね。ちょっとでも繋がると違うんで、T スピンダブルプラステトリスのもう打った時点で、そこでレンがちょっと加算されているので、できるだけ地形を平らにして、そっからプラスホリレンで掘るのが理想となりますね。はい、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではではお疲れ様でした。